鳥取シネマは、鳥取県鳥取市にある日本の映画館。2021年現在、鳥取市内に唯一残る映画館である。1949年12月、鳥取市東本寺町113-7に富士館として設立、開業する。当初から主に東映の作品を上映していたせいか、1955年6月には、館名を、 鳥取東映劇場と解消する。この年の時点では、鳥取市内の映画館は、東館と世界館、末広映画劇場、スバル座、松竹座の5館しかなかった。1978年9月から休館して、建て替え工事に入り、1979年7月29日、鳥取東映劇場跡地に、マルモビルが新築開業。同ビルの3階に、 鳥取東映劇場4階に東映パラスが入居し新たなスタートを切った。1990年代後半には、八形名を鳥取東映シネマ1.2に統一したが、2000年代に入って、同志南江方で、シネマスポットフェードインを運営していた有限会社世界館に事業譲とされ、東映の直営館からフリー館に転校する。二千六年十月二十九日、 1914年に設立した世界観の系譜を受け継ぎ92年間続いたシネマスポットフェードインが閉館。世界観は同市内における映画工業を鳥取シネマに集約し現在に至る。2009年2月15日には泣きたい時の薬上映時に出演した女優の助、津川真奈美と北浦愛が舞台挨拶で来館。 2012年11月10日には、鳥取出身の谷口次郎の漫画を映画化した、遥かな街への上映会が行われ、谷口自身もトークショーで来館した。同年12月8日には、鳥取県を舞台とした映画、落ち焼きの上映会が行われ、出演した女優の秋山美希と桑原真希が舞台挨拶を行っている。2020年は、 新型コロナウイルス感染症流行の影響により、4月21日から6月18日まで、約2ヶ月間長期休業した。a b 1 9 9 5年の映画館、消えた映画館の記憶を参照した。ありがとうございます。